次です。広島に新たなローカルキャラクターが加わりました。使命は広島の魅力を発信しファンを増やすこと。どんなキャラクターなんでしょうか。黄色い体に愛くるしいお腹。今日報道陣にお披露目された広島の新ローカルキャラクター、その名もひろくまです。広島の魅力を広めようと県観光冷麺などが手掛け誕生しました。大好物だという広島レモンを食べ過ぎてこの色になったんだとか。お披露目式の前日、ひろくまの姿に迫ろうと会場設営に潜入しました。関係者が機材などの準備を進める中、デビューに向けひろくまもリハーサルに参加。入念に立ち位置を確認するなど当日の動きを練習していました。取材カメラにも興味津々、やんちゃな一面も見せていました。とっても可愛いキャラクターで愛らしいんですね。早く多くの人に見ていただいて、ぜひ可愛がっていただきたいなと思っています。サンフレッチ広島のマスコットキャラクター。こうして迎えた本番、会場にはサンフレッチェ広島のマスコットキャラクターサンチェたちもお祝いに駆けつけました。なんかレモンのいい香りがするなと。本当にレモンのいい香りがしますね。式ではお茶目な一幕も。はいはい、そうなんですよ。ひろくまちゃんはね、暴れるとこれが取れちゃうそうなんで。広島のキャラクターを振り返ると、牡蠣をモチーフにした広島県の文化旗、個性的な見た目で軽快なダンスを披露するクレシなど、自治体や企業などから多くのキャラクターが誕生しています。今や PR には欠かせない存在です。ひろくまにもレモン色の毛並みといった見た目の特徴だけでない親しみやすさを持たせることで、より身近な愛されキャラを目指します。これから広島県がもっと世界に愛されていく県になっていくために、ひろくま自体も世界で愛されるキャラクターにしていきたいなと僕も思いますし、地元の方にまずはすごく愛されるようなキャラクターになっていってもらえたらすごく嬉しいなと思っております。今後は県内外のイベントに出演するほか、 SNS での露出に力を入れ、広島の魅力を PR していきます。コロナ禍で落ち込んだ観光需要を取り戻すため、新たなキャラクターに期待が膨らみます。